昔昔、ある山里に成信という名の一人の若者が住んでおりましたそうじゃ。成信は早く両親に先立たれ、貧乏じゃったから嫁さんももらえなんだ。一人せっせと働いておりましたそうじゃ。そんなある日のこと、成信が働いていると一人の娘さんが通りかかった。夏の暑い盛りの頃じゃった。ああ。これ、どうなされた？うん？はあ、これはひどい熱だ。ほっとくわけにはいかねえ。成信は早速娘を我が家へ運びましたそうな。娘は2、3日もするとケロッとようなった。起きられるようになると娘はあれこれ家の手伝いをした。これこれ、まだそんなことをしたらダメでねえだか。いいえ、おかげさまでもうすっかりいいんですよ。だどもおめえさまはどこから来なすっただか。はい、私はずっと遠くの山から。ずっと遠くの山で一人でどこへ行きなさるんだね。まあまあいいだ、人にはそれぞれ事情があるだでな。私はどこにも行くあてがないんです。身寄りもありませんし、もしよければ私をここに置いていただけないでしょうか。そりゃまあ一向に構わねえだが、何しろ一人暮らしなもんで何もできねえだが。こうして娘は成信の家に厄介になるようになりましたそうな。こまめによう働く娘じゃった。娘のことはたちまち村中の評判になった。きれいな女子じゃとみんなが羨んだ。そしてその年の秋、二人は夫婦になりましたそうな。夫婦になってからも二人は一生懸命働いた。おかげで二人の暮らしはだんだん良くなりましたそうな。村の人々はまたまた成信を羨んだ。やがて二人の間に玉のようにかわいい男の赤ちゃんが生まれた。ペロ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 パーちゃんこーん。二人は赤ちゃんに森目という名前をつけ、成信はもう夢中じゃった。朝は暗いうちから夜は日の暮れるまで野良に出て仕事に精を出した。成信は幸せもんじゃ。別品の嫁ごもろたらば随分の働き者じゃ。子宝に恵まれたら今度は男の子じゃ。まったくありゃ村一番の幸せもんじゃ。村の衆は成信を見てそんな噂をしあったそうな。ところがある日のこと、かわいいかわいい森目が重い病にかかりましたそうな。二人はもう夜も寝ずに一生懸命看病しましたそうな。
何日かして、二人の看病の甲斐あってか、やっと森目は元気を取り戻しましたそうな。成信も女房もやっと一安心じゃった。ところが、何日も畑をほっぽったったおかげで、成信の畑は荒れ放題じゃった。これでは田植えもできない。それでも気の優しい成信は女房には何一つそのことを言わず、一人一生懸命田んぼを耕しましたそうな。そしてやっと田植えができるまでにこぎつけた。成信はほっとして女房に田んぼの話をした。なんとか田に水を引くまではしたが、明日一日で田植えが終わればのう。次の日、朝早く成信が田んぼへ出かけてみると、なんと驚いたことに。どうしたことじゃ。成信の田んぼは一夜のうちに全部田植えが済んでおった。田植えがされてる。だども、苗が全部逆さまじゃ。一体、誰の仕業じゃ。おーい、大変じゃ。おらんちの田んぼの田植えが全部済んどる。だども苗が全部逆さまに植わっとるだ。逆さま？んだ、逆さまだ。ちょっとお願いします。どうしただ。おーい、どこへ行くだ。お前、白ぎつね。女は夢中で走っている間に自分が正体を表したことにも気づかんかった。そして歌ったそうな。世の中よかれ我が子に食わしょ、顕微を逃しょつとほで実れ。世の中よかれ我が子に食わしょ。不思議なことに田んぼの苗はみんなひっくり返り、たちまち正しく植え替わりましたそうだ。我が子に食わしょ。お前様許してくださいね。私はお前様が本当に好きでした。でもまた遠い山へ帰らなければなりません。お前？お前様、さよなら。森目さよなら。おー、さようなら、お前。白狐に戻った女は遠く遠く空の彼方へ消えていってしまいましたそうな。成信の腕の中に森目だけが残された。それからその年の秋のことじゃった。県民の役人が村に現れ、村中の田や畑を見て回ったが、どういうわけか成信の田の稲だけは穂が出なかった。県民の役人はこの年成信からは年貢を取らなかったそうじゃ。
はあ。ところがところが、賢美の役人が帰った後、稲の穂はどんどんと首をもたげた。賢美を逃しょつとほで実れ、その意味が今やっとわかった。成信と森芽はいつまでもいつまでも田んぼの縁に突っ立って稲を眺めておりましたそうな。